平野紫仕様の公式ラインメッセージが即トレンド入り。漢比券の最新情報とはこんにちは、読者の皆さん。新たなエンターテイメントの波が我々の日常を華やかに彩る瞬間が訪れました。元キングプリンスへのメンバーである平野仕様が16日に待ちに待ったファンへ向けた公式ラインメッセージを発信しました。 そのメッセージは SNS やネット上で即座にトレンド入りするほどの反響を呼び起こしました。本記事では平野仕様の最新情報に迫り、その魅力的なメッセージの内容を詳しくご紹介いたします。明るい挨拶とビジュアルの変化。メッセージの冒頭で平野仕様は、とも、章です。皆さん、いかがな夏をお過ごしでしょうか と笑顔で読者を迎えます。その声は、まるで直接話しかけられているような親近感を醸し出します。彼は、また、最新のビジュアルについて触れ、僕は、髪を結構切りまして、襟足も16、17センチメートルくらい切りまして、ロン毛男子卒業ということで、クールビズしております笑い、と続けます。その新たなスタイルへの変化に、ファンはどんな反応を示したのでしょうか インドア派な夏の日々。平野志洋は夏の過ごし方についても率直に語っています。彼はこの夏はインドアで過ごしているようで僕は渋滞に引っかかるのが怖くて仕事の移動以外はほぼ家から出てないですわ、笑い。と述べました。その率直な心情に共感の声が広がることでしょう。また彼はお墓参りの話題にも触れ、お墓参り行った 俺は行けてないからまたどこかで名古屋戻っていこうかなと思ってるよ。いろいろ報告しなきゃだしね。と意欲的な姿勢を覗かせます。ファンへの熱いメッセージ。さらに、平野耀はファンへ向けて熱いメッセージを送ります。お仕事の方も飛べのみんなといろいろ話し合い、打ち合わせをしながらいろんなお仕事をやっていく予定なので、もうしばらく楽しみにしててくださいって感じかな、と。 今後の活動に期待を寄せる言葉を送ります。彼の情熱と変わらぬファンへの感謝の気持ちがその言葉に込められています。ファンの熱い反応とトレンド入り、平野紫耀のメッセージに触発されたファンたちは、その感想を SNS 上に投稿し、情熱的なトークが広がりました。その結果、X、w ツイッターのトレンドには、とばライン、平野紫耀紫耀くん、 といった関連トレンドがずらりと並びました。これは彼の人気が今なお絶大であることを示しています。平野紫耀の公式ラインメッセージはファンとの距離を縮めるだけでなく、彼自身の人柄や意欲を垣間見る絶好の機会となりました。今後の彼の活動に対する期待が高まる中、我々もますます彼の輝く未来を楽しみにしていることでしょう。 以上で、平野の仕様の公式 LINE メッセージについての特別レポートをお届けいたしました。引き続き、エンターテイメント界の新たな展開に期待しつつ、素敵な日々をお過ごしください。それでは、良い1日を、さい。